96川崎機96の試作3号機機96は第二次世界大戦中に試作された日本陸軍のレシプロ総発戦闘機。製作設計は川崎航空機。機45改めをベースに短冊として再設計されたが不採用となった。1942年8月に日本陸軍は川崎航空機に対して 木45改めの性能向上型である木45、回通の開発を指示したが、二式伏線の実績から、後席は不要と判断されて、同年12月に、総発端崎の木96として発注し直された。同社では、土井武尾義氏を主任設計者として、開発を進めた。設計は1943年6月に完了し、 同年9月に試作第1号機が完成した。川崎では製作中の機45回通の試作1号機と2号機を後席を外反で追って機96の試作1、2号機に当て、はじめから短座仕様で作った3号機だけが水滴風防となった。エンジンは、波112通を搭載し、二式複座戦闘機に比べて馬力が約30%アップしていた。また、 重量の軽減や主翼面積の拡大により、上昇性能や航空性能の向上を目指していた。本機は主に迎撃任務で用いることが考えられていたため、武装は体重爆撃機を考慮した強力なものを装備した。航空性能については排気タービンが実用化できなかったため、不十分なまま終わっている。1943年9月、岐阜県各務ヶ原で、 初飛行が行われ、新サブ飛行実験部から攻撃隊の竹下副受賞者と波木行文少佐が立ち会った。戦闘機なのに攻撃隊が来たのは、すでに航空本部が見切りをつけ、総発襲撃機期102の試作指示を川崎に出しており、機96をベースにして、99式総計、爆撃機に代わる新機材を得ようとしたためである。試作機は、 優れた操縦性と新兵器の疾風にも迫る運動性に加えて高度6000メートルで最高速度600キロメートルを出すなどの高性能を示しその優れた機体設計を証明した。しかしこの時点で陸軍はアメリカ軍が送り出す大型機の集団に苦戦を強いられさらなる大型爆撃機 B-29 の対日戦争投入が 具体的に検討されていた最中であったにもかかわらず、速度と上昇力とか力に優れ、対応型機用の迎撃任務に適した本機の必要性を洞察できず、逆に、双発機という贅沢な機体で、単発単座の戦闘機との模擬空中戦で優位に立てなかったことを問題視され、生産は試作3機のみで終わらされ、正式採用はされなかった。試作機は、 機百におつ用の57ミリ機関砲、保401のテストベッドに使われた。ありがとうございます。